岸田文雄新総裁は選挙戦の最中も、これ他の候補者もそうですが、としてのまさに変わらん総裁であるというふうに思います。ですから今度の来たるべき衆議院選挙の下で変わらない総裁ということで、この自民党政治を変えよう、生存のための政権交代だと言ってですね、果敢に選挙をやっていきたいというふうに考えています。以上です。それからですね、もう一つすいません、岸田文雄さんは核兵器のない世界へという本を出していらっしゃいます。で、核兵器のない世界へといい、広島一区選出なわけですから、核兵器禁止条約について批准すべきだぐらい言ったらどうでしょうか。でも言わないんですよね。核兵器禁止条約を批准すべきだと言わない。これはもう批准すべきだとおっしゃるべきじゃないですか。核兵器のない世界へっていう本を表しながら核兵器禁止条約批准するって言わないっていうのは、中途半端だというふうに思います。ですから変わらん総裁っていうことのほかに、もう一つふらつく総裁っていうのも言いたいと思います。はじめは森友学園問題に関して安倍総理は説明をすべきだと言っていたにもかかわらず、それが非常に問題にされたらですね、いやそれを撤回すると、つまりこう中途半端というか、じゃ貫いてやってくださいよというふうに思うのですが、果敢に突き進み果敢にやっていくというのがない、ふらつく総裁というふうに思います。核兵器禁止条約批准するんですか、しないんでしょ。それから森友学園や、それから1億5000万のことに関して問題は関心はあるかもしれないけれども、それの解明を総裁としてやろうとするんですか、しないでしょうというふうに言いたいと思います。ですから変わらん総裁、自民党の改革は進みません。そしてふらつく総裁、何か言われるとその持論を引っ込めるというので極めて問題だと思います。以上です。はい、共同通信の清水さん、はい、多党の党首のこととはいいですね、一応お伺いするんですが、今回の総裁選の結果を見ると国会議員の票と党員の票、この傾向がかなり差があるんですけど、はい、この点どうお感じになりますか。はい、他党のトップの話ですから、あれこれ他党のことを言うのはちょっと言いにくいところが正直ありますが、国会議員票と党員票が全く違うと。岸田さんは国会議員票が多く、党員は146対110、河野太郎さんは86対169、高市早苗さんは114対74ですから、非常にそれが全く違う現れ方をしています。というのはですね、他党のことですが、国会議員の認識と党員の認識に大きくずれがあるんじゃないでしょうか。ですからもしかしたら自民党の国会議員の皆さんが党員の皆さんたちと意識がもうずれてしまっている、地方と意識がずれてしまっているんじゃないかというふうに思います。それとですね、もう一つ、岸田文雄さんは憲法改正、自民党日本国憲法改正案、憲法改正についても前向きに総裁選で発言をしています。緊急事態宣言条項と憲法9条の改正についても前向きに発言をしていらして、それは社民党としては極めて警戒をして、憲法改正改悪させないために果敢にこれは頑張っていきたいと考えています。敵基地攻撃能力保有についても
発言をされてますし、グレーゾーンについても発言をされている。ですから変わらん内閣なんですが、この部分、憲法改正、グレーゾーン、敵基地攻撃能力について、まさに岸田総裁の下で絶対に進まないように、と思います。ですから今度の衆議院選挙はまさに自民党政治を変える総選挙だと思います。はい、はい、はい、私新聞の三輪です。まず一問が、国民的人気が比較的やっぱり河野さんの方が高いと見られていたんですけれども、河野さんじゃなく岸田さんになったということの、この結果は選挙で戦う相手として率直にどう受け止めたんですか、今日は。そうですね、というかですね、自民党の国会議員はやっぱり変化が嫌いなんだというふうに思いました。ですから変わらん総裁なわけですから、やっぱり命を守らない自民党はではダメだということをより強く言っていきたいというふうに思っています。あ、すみません、もう一点なんですけれども、明日、枝野さんと党首会談ということになりますよね、はいはい、でそこに向けて福島さんとしてはどういうことを求めていきたいというか、どういうことを話し合いたいと思っているのか教えてください。はい、そうですね、国会の中で臨時国会開かれますから、そこで力を合わせようということと、それから総選挙において市民連合と野党共闘、4野党共闘で協定書を結びましたので、やはり選挙協力含めどういうビジョンで私たちが希望のパッケージを示すことができるか、それは連携しましょうというのはあります。それから選挙区において少ないですがバッティングをしているところもあるので、それはぜひ、お願いしたいというふうに、他党に対して、社民党はたくさん出しているわけではないので、立憲民主党だけではありませんが、ぜひ立憲民主党、共産党には社民党はお願いする立場ですが、それはお願いしたいというふうに思います。そのことに関して、その立憲民主党がどう出るかによって主犯指名のあり方とかにも関わってくると考えていいですか。それは明日申し上げることですが、社民党は共同会派を組んでおりますし、一緒にやっておりますので、それは主犯指名についてもそれは明日申し上げることですが、共同会派を組んでいることや市民連合と4野党の、協定書も結んでおります。ですからこれは私たちはどういう未来を作るかっていうのを示すいいチャンスだと思っておりますので、その立場からと思います。で、社民党は正直、親切じゃないけど正直な政党で、何かをやってくれたらなんとか、これをやってくれたらこれを飲むとかという取引はしませんので、もう選挙に向けてやはり力を合わせようという立場で、そして私たちが未来を一緒に示そうという立場で、主犯指名も含めて回答します。はい、はい、次のことですけど、自民党総裁選の最中ですけども、旭川の市長選挙で立国者で、はっきり言って今津博史元国会議員の次男坊に惨敗しました。この感想だけをちょっとお聞きします。はい、残念です。それからですね、同じ日ですね、投開票があった横浜市議のですね、磯子区の補選ですけど、これもはっきり言って一人だけ選ぶんですけど、横浜市長選に出た立憲の太田さんの頭間なんですけどね、自民党系の二井さんという方が勝ちました。で、2位が立憲で3位が共産なんですけども、この横浜市長選挙ですね、ある意味で福島さんたちがやって、野党がですね、野党の候補が勝ったんですけど、この結果がですね、覆されたんですけど、このことについてちょっとコメントをお願いします。はい、
それは市議選の補選ですから、それぞれの政党が出したということだと思います。それから大きな国政選挙や横浜市長選においては野党共闘でやったところが勝っておりますので、野党共闘を本当に強めて命を大事にしない自民党政治では命は守れないという立場で頑張っていきたいと考えております。よろしいでしょうか。よろしいですか。はいはい、あ、すみません、ちゃんとマスクしてくださいますか。申し訳ない。フランスでの麻生って言いますけど、今の横浜、市議の補選の、ちょっと流れとあんまり関係ないなと思うんですが、山中さんがいろいろ公約を掲げて、今日29日は、横浜旧市庁舎の、地上権を、ある某大手不動産との取引で77年間約8000万円前後の非常に、お安い価格で貸し出してしまうという、このあといろいろ市民運動の方も切迫して、そうですね、全国からのそういうツイッターみたいなね、ちょっと一回止まった方がいいんじゃないかみたいな、それで4000人5000人っていう、毎日1500人ずつぐらい先週ぐらいからやってるみたいなんですけど、山中さんはちょっと政治のちょっと未経験者でございますので、こう周りの人っていうかね、選んで連れてきた人たちのやっぱり責任っていうか、そういうのが今後問われていくんじゃないかと思ってるんですけど、社民党はあんまり市議会にもそんなに勢力がいらっしゃいませんけど、でも無党派の市民の中には相当社民党系の方、意見を伺うとね、いらっしゃるんですけど、そういうようなところに関して何かこう発信していくっていうようなスタンスはございますでしょうか。はい、安く、貸すということ自身が問題だと思います。今後しっかり見守っていきたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。はい、終わります。はい、すみません、共同市民です、はい、最初の質問の関係で、その党員票の傾向と票の傾向が違うというのは、はい、どう理解すればいいかということなんですけど、その要は自民党という政党が民意を反映できない、民意を汲み取れない政党になってしまっているのではないかという理解でよろしいですか。はい、他党のことですし、他党のトップを選ぶにあたってのその票の出方について他党が言うのは、非常におこがましいというふうに思う。それはそう思っております。ですが、感想としてはやはり国会議員の票の出方と党員の票の出方が全く違うの で、やっぱり党員っていうのは地域に根ざして一般の人により近いというというふうに思いますので、その意味では自民党の国会議員が一般の党員とすら意識がずれてきてしまっているのではないかというふうには思います。で、社民党の場合は私の一票も党員の一票も平等なんですね。全く一緒です。で、国会議員の一票も党員の一票も全く協力党員も一緒です。昨日入った協力党員も一緒です。ですからこれ党員党友が代表者の人とか限られてますので、もしこれがですね全部の党員でやったりしたらもっと票の出方は違ったんじゃないかというふうにも思います。ですからやはり、どちらかといえば党員党友の方が一般の人に接してて近いでしょうから、自民党の国会議員の皆さんたちと党員の間にずれが生じているんじゃないかと、それは一般の人との意識のずれかもしれないというふうにも思います。はい、それはちょっと余計なことかもしれませんが、はいはい、それでは終わります。ありがとうございます。そうね、もっとはっきりなんか自民党国会議員はずれずれ出てくる、いやちょっとなんか難しいですすごいね、だからちょっとそのすいません、はい、どうも。
ただ、